はい、皆さんこんにちは。ちょっと趣向を変えまして、村上春樹さん、今年もノーベル賞取れませんでしたね。もう何年でしょうね、10年近く今年こそと言われてずっと取れないですね。まあ、はっきりとしたニュースにはなってませんが、どうやらご本人はかなり欲しがってるというようなことも伝わってきます。で、なぜ取れないのかということを、まあ、いろんな人がいろんなふうに考えていると思いますが、今日は私の考えを少しお話ししたいなと思います。実は私は村上春樹さんノーベル文学賞無理じゃないかなと、まあ、事情が変わるということはあるかもしれないですけども、まあ、ちょっと無理ではなかろうかなというふうに思っているところがあります。ノーベル文学賞ってここ何年かの受賞者見てると、かなり変ですね。ノーベル文学賞とのノーベル平和賞ってかなりこう誰かが恣意的になんか出してるみたいな感じがしますよね。科学系の3賞はサイエンス系の3賞は、まあ、かなり的確な審査が行われてるっていう感じがしますけども、文学賞と平和賞はどう言いますかね、変です。まあそれもあるんですけども、多分ですね、ノーベル文学賞を決める審査する人たちの中の強烈な誰かがですね、村上春樹さんの小説が意味嫌ってるんじゃないかなというふうに私には思えます。で、私はどうかと言いますと、最後は、1984ですか、までは読みました。それ以降は読んでませんね。騎士団長殺しとかって、そうなんかありましたね。3、4作、その後出てると。あの方よく書きますよね。1年に 1作品ぐらいずつは書かれてるような感じがしますけども。私は1984以降は読んでないかな。その前に帯辺のカフカっていうのも読みましたね。すごい作家だと思いますよ。それ読んでる間は頭の中村上春樹にも完全支配されてるような感じがしますし、私なんか文章を書いて暮らしてる人間ですけども、思わずこうまねっこの文章を書きたくなりますもんね。多分書けますよ。書けるんだけど、別にそれやると別に村上春樹さんのまねっこの文章を書いて誰かにお金もらえるかって、まあそれはありえないわけであって、別にあいつ真似してんなと思われるだけなんで、まあ、一回ぐらいやってみたいですけどね。でももうやらないかもしれません。人の文章を真似るのって私割合と器用な方でして、いつか、森陽子さんかなの小説風に書いてくれって言われて書いたことがありまして、別にできんじゃんと思ったことはあります。まあ、どうでもいい話ですけど。で、なぜね、その、村上春樹さんが、ノーベル文学賞取れないか、というところ のなぜその審査系の人に嫌われてるのかというところ、私なんとなく分かるような気がするんですよ。まあ、キーワードで言いますと、彼の小説に描かれている人間の邪悪さというものがですね、どう言いましょうね、これあれをねすごいなってパフォーマンスとして受け入れるような、エンターテインメントとして受け入れると、まあそれは受け入れる人はいっぱいいるわけであって、それが多数派なんですけど、そういう人もいれば、なんか気持ち悪いって、なんか嫌だなと思う人もいると思うんですね。で、私はどうかというと両面感じます。すっげえなーと思うと同時に、なんかこれ嫌だなという感じが湧いてきますね。うわ、なんか人間のこうおどろおどろしいこう実態をですね、彼はさらっと絵描いてますけど、なんか読み取れるんですよね。うわ、これ嫌だなと思って。で、彼が使う表現で、地下2階とか地下3階というのがありますね。で、彼に言わせれば、家はあって、1階はみんなで団らんする場所、2階はプライベートな場所、地下1階というのがあって、それは近代的自我の暗い部屋であると。近代的自我っていうのはどう言いましょうね、夏目漱石が心で描いたようなあの世界なんですけども、近代というのはどう言いましょう、個人というものの自我と向き合うような時代なんですね。その近代以前
の我々というのは基本的にその何を考えるかという、どう考えてどう生きるかという、自我というものが必要なかった時代であると仮定できるんですね。だから近代っていうのは自分と向き合って、自分が何なのか何者なのかという見つめて、それを感じながら生きる時代なんで、少なくともインテリはそうなんですね。夏目漱石の心は、その近代と戦った人が一人が負けて自殺してしまうという話ですけども、まあ、あの近代的自我というものですね、それが住むのが地下1階であると、まあ、まあ人間らしきものですね、人間らしいところではあるとは思うんですけども、でその下には地下2階があるというふうに言うわけですね。で彼はどこかで言ってたそうなんですけども、地下3階まであるんだと、つまり人間の心の奥底の闇のドロドロとした、もっとまた奥底みたいな、あのダース・ベイダーみたいな、あんなペロッとした地下じゃないんですよ。もっと奥底の地下があって、で自分はその3階まで行って帰ってこれるんだというふうに村上春樹さんはおっしゃったというふうに、ある私の知り合いの村上春樹フリークは言ってましたけど、どこに書いてあったかは知りませんが、いかにもこうあの方がおっしゃりそうなことだなと思います。地下3階なんかも見たかもありませんね、私は。地下2階も見たくないですね。もうダース・ベイダーの世界で十分ですよ。地下1階で十分なんですよ。もう夏目漱石の心までで十分なんですけども。村上春樹さんの作品を読んでると、まさに地下2階と3階を往復してるなっていう感じが、いかにもいたします。でそれで、それをさらっと平気で、こう、淡々と書いてるところが彼のすごいいいところでございまして。まあ、それはね、その僕も昔々そのノルウェーの森から入ってですね、あの辺の辺りの、イルカホテルが出てくるあの話とか、もう夢中になって読んだ時期もあるんですけども、でも最近の彼のその作品を見ていると、その地下2階と3階の往復が割合多くなったような気がして、ねじ巻き鳥あたりからですか、多くなってきたような気がして、ちょっとこう読もうかなという気にならなくなってるんですね。最近騎士団長殺しとかなんかね、ありますよね、なんかあの駅作る人の話とかも、ああいうの別にこうあって、その辺に置いてあってね、あの他に読むもんないっていうのは読みますよ。でも自分でこう探してきてそれを読もうという気にはならないわけでして、でもしかしたらですね、そのノーベル文学賞を審査なさる方々の中でですね、そういうふうな感じ、いわゆるハルキストっていう方々も、なんていうかこう無抵抗で、うわー面白いかっこいい、この文体すごいという、この乾いた文章な、すごいもうしびれるみたいな感じの人が大多数だと思うんですけども、やっぱり世の中はそう、天の弱的にですね、そういう人気のありすぎる人に対してはちょっと斜め横から見るような人もいっぱいいて、特に文学関係者多いんじゃないでしょうかね。私は別に文学関係者でも、あの文学を作る人間でもないんですけども、まああの一人の文章書きとして、物は創作しませんけど、フィクションは創作しない人間なんですけども、あのノンフィクションでもない、私はジャーナリストですけど、ジャーナリズム、いわゆる文章を書くことを業とする人間からするとですね、見事な文章ではあるんですが、その中身こう人間の心の奥にどん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 入り込んでいって、下っていくこの邪悪なところをですね、まざまざとこの人はよく見せつけてくれるなと、そのことを多くのハルキストと言われている人たちは気づかずに称賛している。また気づく必要もないんですけど、そこがあるからこそ彼の作品の魅力ではあるんですね。でも私のように気づいてしまった人間はちょっとこれ嫌だなと、別に彼の素晴らしさをけなすつもりは何でもなくて、そんなことできる人間多分彼しかいないんですよ。おそらく世界中に彼しかいない。そのことについては本当に称賛を惜しまないんですけども、じゃあ好きか嫌いかって飛びついて読むか読まないかっていうと、もう最近の私はちょっといいですと、勘弁してくださいと、ちょっと距離を置きたいですという立場であって、もしかしたらノーベル文学賞の審査の方々もそういう意見がいくつかあって、強烈に彼の受賞を阻んでるんじゃないかなというような感じがいたしました。
はい、皆さんどうもありがとうございます。